ていただけるよう、現役司会が分かりやすく、そして時には面白くお伝えする歯科バラエティチャンネルでございます。ぜひですね、興味を持っていただけた方はチャンネル登録お願いします。はい、ということで引き続き、氷川先生と横田先生にお話聞いていただき、いきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、今回は、まあ、ちょっと踏み込んだ質問していこうかなと。僕、私立出身なんですよ。大学がなんと、横田先生、氷川先生、大阪大学出身でございます。素晴らしい。もうトップオブトップトップオブトップマジですよ。私立 VS 国立ってなってるわけですね。いや、なってますっていうことね、今日聞いていきたいと思うんですよね、はい、よくね、コメントでいただくのが、いい歯医者の見分け方のところで、いい大学出身じゃないとダメでしょっていうコメントも結構来るんですよ。まあね、おっしゃってることは分かりますよと。でもですね、そこまで下げすんでほしくないとマジで。歯科だと資格取ってるわけじゃないですか、はい、だから別にそんなに変わんないんじゃないかなと、うん、こちらの意見としては思うんですけど。おっしゃる通りでございますよ。これね、僕が言うたらあれなんで、先生が言ってそうでしょ。いや、間違いない。そうっすよね、うん、まあ確かに企業さんとかだと、なんかこうやっぱり出身大学とかね、あのすごい人が取っていくとかね、町以上とか資格取りますよとかあるじゃないですか。歯医者ないんですよね。ないです。国立だけで攻めてる歯医者さんとかいないですよね。別に歯科医師の国家試験を受けるための資格を得る6年間っていうか大学生になりますから、どこで学んでも最終国家試験に受からないとなれないんで、だからあんま出身関係ないですよね。そうなんです、関係ないです。私立は私立はダメだって言ってるね、アンチさんに向けてね、そんなこともないよという動画をお届けできればなと思ってます。ほぼ僕の学歴コンプレックスを改善するための動画となっておりますので、はい、なので今日はですね、先生方に、まあ、国立のことを聞きながら、まあ、私立とどれだけ違うかっていうことを話していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、初めに皆さん気になってると思うんですけど、学費ですね。学費、学費ね、これはめちゃくちゃ違うほんまに違う。ちなみにうちの大学は6年間で大体3000万になってます。これはこれを見てる人がどういうリアクションかですよね。えぇ、大学で3000万かかるってなってるの。でもだけでですからね。だけです。でも医学部とかだと6000万とかありますからね、うん、普通に、うん、ね、国立聞いていいですか。6年間でトータルおいくらでしょう。360です親孝行すごいですね。10倍の差。そう、10倍ぐらい。はい、そこで違うんですね。やばいっすね。絶対国立の方がいいじゃないですか。それね、お金だけについては、まあ、でもね、やはりですね、我々もたくさん出しておりますので、やはり待遇が違います。いくら天下の大阪大学といえ、これね、一番分かれるのがね、解剖学の時なんですよ。解剖、これ知らないでしょ。はい、まあ、ご検体1点につきどれだけの学生さんつきます。7人ですね、僕たち。それぐらい、はい、8とか7、8。僕ら4人です。うわ、あ、倍、半分ぐらいだ。4人で5位台1体あの、また深い聞いただけるので、学び愉快ですね。あの、5検体1体で、多分細かく分けられるんですか。もう俺らほぼ全部触らなあかんので、はい、1人がですね。それって解剖って、でも大学で学ぶ、その本当に最初の方、そうそう、そこから、その差あったらなんか、はい、で、2年、3年、4年、長引いた時も、うん、なかなか密度が違うから。まあそうですね、まあでもやっぱり先生おっしゃったように1年生2年生の時にやるので、あのほぼ全員が後悔するぐらいちゃんとやってなかった気がします。結局そうですね。でも大変だったなぐらい、やっぱりお前らめっちゃ優遇されてるやんとか言われるんですけど、やる量が多いので、だって夜中の12時とかまで解剖して終わらないんで、だからもう解剖室に休み入るまでに間に合わなかったら、休みの日まで行って朝からほんま夜の10時とかまでみんな解剖してるんですよ。なので学べるやろってよく言われるんですけど、いや、もう疲労感でいっぱいですよ、マジで。そうっすね、はい、逆に国立にいらっしゃったじゃないですか、先生方。で、私立の方が良かったのとか、私立だからこういうのできて羨ましいとかあったんですよ。てか、まずそもそも僕の思うのは、私立の大学の存在してるキャンパスってええとこに来ないですか、はい、都会
交通の便めっちゃ悪い車ないとマジで生活できひん、うん、電車ほぼない、もうバスが一番通ってるけど、みたいな。飲食店 もチェーン店がそろってあるぐらいで、全然ないし、マジっすか、飲み会もほぼできない。できない。あ、でも不便ってことですけど、でもそれだけ勉強に集中できるっていうメリットもね、まあ、勉強以外させてもらえないような立地ですかね。確かに。でもその夜の何時までやってるんですか。あ、僕、まあ、大学その通ってたっていうのもあって、何時まで勉強がしたくてもできなかったんですよ。中年が早いでしょ。中年が早いでしょ。だから僕らはビビるぐらいの金持ちがよくいるんですけど、それはいないかったんですか。一応いるのはいるんですけど、私ビビるぐらいじゃないのかな。うん、やっぱ国立さはねちょっと減りますね。そうですね。やっぱりみんな学業抑えてて一生懸命勉強して国立みたいな感じですもんね。まあ、なので、まあ、ちょっと金額の差はめちゃくちゃある、うん、まあ、僕はすごくいい暮らしをさせていただいたので、母に感謝。でもう一個くらいありますよ、なんか出てからでもいいんですか。あ、そう、出てから、なんかこう、先生方が、もう国立しか分からなかったじゃないですか。イメージですけど、イメージコネクション強めな印象はすごい。確かに、確かに、僕らめっちゃ面倒見てくれます。同じ大学ですって言ったら、もうそれだけで、あ、じゃあもう明日飲みに行こうよとか。ないですか、なんか俺反対なんですけど、あ、先生反対なんですかみたいな。あー、一緒だね、終了。マジっすか。いや、なんかそういうのよるんかな。いや、私立の人とかに比べるとなんか温度差全然違うなみたいな。今でもあの世の中に近い人さんって国立と私立ってどっちの方がいいですか。あの私立です。あ、私立 100% 私立を1学年、僕らの時は100人ぐらいなんですよ。1学年どれくらいですか。48かな、50とか。50とかですね。少なで、皆さんね、コメントとかに来るんですけど、習ってること違うから来るんですけど、これね、一緒ですよね。一緒です。これ一緒なんですよ。なんか教科書も全部一緒ですよね。はい。なんか違いがあるとしたら、研究機関として国からの予算もらってるみたいな、あるじゃないですか。はい。大学として国からこの学部にこれだけ研究に使っている予算が割かれてるから、多分ね、研究はしやすいはずなんですよ。ああ、確かにそうかもしれない。教員の先生たち、ってなると、そこで例えばこの分野が強いよみたいな、自分のなんか喋りたいことは自己満足でめっちゃ喋っていくわけ。あ、じゃあ習ってることは一緒の教科書を使ってるけど、向こうのこう、なんかこう応用が入ってるわけですね。喋りたいことが全然国家試験の受験には役立たない、はい、でも僕らはそれがテストに出てきたら使わへんやろって言って学生会にかけて教授にあげてくれるんです。教務部に言ったら、こういうの国家試験に絶対出ないのにこんな難しい問題作ってどうするんですかって、あの窓口があるんです。そこに言ったらあれしてくれます。距離近いっす。あ、距離めっちゃ近いっす。学生と教務部の距離めっちゃ近いっす。僕らめっちゃ離れてますよ。減らされるやつ解けへんやつ終わるやん。これだって留年マジで留年しますもん。だってやっぱ金の力は強いね。もう多分僕らは学校側からしたらちょっとだけ国立時間の多分お客さん的な感じはあると思います。あ、多分悪い噂が立つと、やっぱり私立ってめちゃくちゃあるので、そこに今定員が来ないんですよね。だからちょっとでも評価上げるためにめちゃくちゃ優遇してくれます。はい、はいはい、いやすごいな。あの、まあ、カリキュラム自体は一緒だけど、そこの読む要素はまた別っていうことですね。あとは国家試験なんですけど、はい、これ国家試験もね、もちろん国家試験なので一緒ですよね。これは一緒ですよ。一緒です。これは一緒なんですよ。僕らからしたら国立と一緒の土俵に立たされるんですよ。もうヤバすぎません。もう怖いっすよ。なんか僕ら会場が私立と国立一緒の会場やるんですよ。もう余裕そうで、余裕あるんすかやっぱ。いや、めっちゃむずいっすよあれ。よかった。やっぱむずいっすよね。めちゃむずい。ほら、むずいのよ。なんかね、あの人ね、さっき神子くんね、あ、なんか大沢さんでもなるって歯医者になろうって。厳しいと思います。必死っすよ。必死必死。僕ら5年生がまるまる病院実習なんですよね。6年生1年間まるまる国試の勉強の時間なんですよ。でも国立の方は違うんですよ。6年生のいつまで病院実習してるの。11月です。つまり国家試験の勉強は3ヶ月しかできないんですよ。ほら必死ですわ。やっぱそこが違いますよね。授業ないんで、そんな。え、マジっすか。授業もないから頑張って終わったね。頑張れ各分野1時間1時間あ、
そうだった内部1時間忘れてる、忘れてやろう雨1時間だけ全部学びになった生活1時間何年何年1時間ね、僕らは私立はまず6年生の4月から1回一通り全部もう1回授業あるんですよ。10月まで。で10月まであって卒業試験が1月なのでこの10月まで終わったらもう1回ちょっと講義があるんですよ。で1月は卒試です。で卒試があって卒試通ったらもう1回ちょっと授業があるんですよ。なのでめっちゃ授業してきます。僕らはもう9時、9時から4時まで全部講義でした。ちょっと今その話の中でちょっとだけ違いあるなと思ったんですけど、僕たち卒しないんですよ。マジっすか。4年生とか5年生にある国家試験前のねテストみたいなのあるんですけど、あれ終わった瞬間ほぼ卒業確定なんですよ。あ、そうなんですね。僕らはその国試前にまずふるいにかけられます。だからかけられてそこで同級生半分ぐらいいなくなる年もあります。あ、国立でよかったなって思う点って何ですか。唯一あるとすれば、バイトとかをする時の時給が上がる職種がある。何すか何すか何すか。塾講師とかやるじゃないですか。あ、そういうところを見ると、うん、ちょっとよかったなって思うことはあります。でも卒業してからってことじゃないやんな。卒業じゃない、学生時代。学生時代にやったらそうか。そう、卒業してからは変わらないから。じゃあ逆に卒業してからのなんか国立で良かったなっていうメリットあります？あんまないんですよ。ほら逆に、うん、思うのはめちゃくちゃ大成功して飛び抜けてる先生って私立卒ばっか。そうなんですよね。いい意味でストッパーがないのが私立卒、うん、あ、なるほど。じゃあなんか決まった固いことがなければもう開業にはいかないっていう。そうそう、リスクがあるしみたいな。そんなんやってるね、横で同キャリアの私立卒の先生ガンガン開業してからめちゃくちゃやってる。確かにちょっと国立卒先生遅いイメージありますね。なんで正直あんまりいいなって思ってたことない。学費ぐらいですね。学費ぐらいですよ。学費ぐらいですかね。あとはだってもう、いや先生国立じゃないですかって言われるじゃないですか。それも正直もうやめてやる。もうだからといって別こうなります。だからといって別に何もないんですよっていうのが本当の本質。逆に申し訳ないですよね。全然変わんないけど、なんかでももう一つ聞きたいのが、やっぱちょっと国立の先生方って私立ちょっとバカにしてる感じあります？ちょっとあれ、ちょっとありますね。ちょっとありますね。もう、まず私立やしみたいな。いやでもなんか国立の先生方話しててもなんかあんまり上から来る先生一人もいらっしゃる。逆にめちゃくちゃ低い先生の方が多い。私立の人の方がすごいなっていうのが大体分かってくる。外の勉強会とか行くとそろりそろりとこう確かに。まあ、ちょっと尊敬してくださる逆に。そうですね、ありがたいですね。いやということでね、私立国立も卒業してあんまり変わらんよということで、もう仲良くやってますよね。はい、なあ、もう国立の先生私立の先生も変わらずもう同じ面下ですから、皆さん仲良くして、歯科会のために貢献しようとやってるわけです。あ、今日は本当に1日だけでしたけど、もう本当にありがとうございました。はい、大阪まで来た会ありました。講習も取れましたし学歴、コンプレックスも取れました。はい、ありがとうございました。また今後とも、視界が良くなるように頑張っていきましょうね。はい、はい、よろしくお願いします。この動画がいいねと思ったら、ぜひグッドボタンをチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。